映画の後半はついに天空の城に到着し、激しい攻防が展開されます。この城の造形は宮崎ワールドの象徴ともいえます。上が自然界で下は機械文明、正反対なものが平気で一体となっているのです。お墓に備える花を摘んできてくれたの？ありがとう。この映画、筑波で科学万博が開かれた翌年に公開されました。映画の企画書には、機械がまだ機械の楽しさを持つ時代、科学が必ずしも人間を不幸にするとは定まっていない頃の物語だと書かれていました。この頃、宮崎さんの中に日本を描かねばという思いが高まっていました。やっぱ日本を舞台にして映画を作らないと借金が溜まってる感じがしましたね。やっぱり自分のものを感じたり考えたりする能力っていうか、感じ方や考え方の一番奥にあるのは、やっぱりこの島の風土だなっていうのをもう痛感せざるを得ませんからね。自分自身がそれから子供の時にいい国だと思わなかったですからね、日本を。そういう自分に対して、お前さんは実はその時はいいと思わなかったけど、随分たくさんのものを気がつかないうちに受け取ってたんだっていうふうな意味もあったと思うんですけど。それがトトロの企画、しかし簡単には通らなかった。そこで考え出されたのが前代未聞、長編アニメの2本立て。仕掛け人はあの鈴木敏夫さんでした。トトロ1本だけじゃなかなか、工業会社が、首を縦に振ってくんないんで、それで、高橋さんの蛍の、ね、墓っていうのを企画することができて、でこの2本立てでやろう、そうすればみんな喜んでくれると思ったら、実は喜んでくれなかったですよね。もう僕なんかもう当時の専務にね、怒鳴りつけられてね、お化けに墓だとバカ野郎って言われてね、まあそれはいいんですけれど。企画が決まると、2人のクリエイターたちのライバル心はメラメラと燃え上がります。そこには常識では計り知れない作り手魂のぶつかり合いがあったのです。それはいよいよ制作開始という時のことだった。宮崎と高畑はいきなりぶつかり合っていた。あの男がいなければ僕の映画できませんよ。近藤という優秀なスタッフの奪い合いが始まっていたのだ。どちらも一歩も引かなかった。結局鈴木が間に入り、悩んだ末、近藤を高畑につけることに決めた。その日の夜、鈴木は宮崎に報告に行った。鈴木さん、何しに来たんですか？宮崎はすでに事態を察していた。彼は蛍やるんでしょう。そして何も言えない鈴木にこう続けたのだった。僕は明日から入院します。優秀なスタッフ取られて制作ができないっていうのではみっともない。だから腱鞘炎で入院します。そうすればこの二本立てはできないでしょう。大変なことになってしまった。鈴木は頭を抱えるしかなかった。しかしその翌朝、鈴木の自宅に宮崎から電話が入った。鈴木さん、こんちゃんぶん殴りましたよ。え？なんと高畑についたあの優秀なスタッフを殴ったという。いや、そういう夢を見たんです。これですっきりしました。トトロやりますよ。トトロといえばこの場面、皆さん覚えているでしょう。銘を背負ってサツキがいます。しかしポスターはこれ女の子一人です。これにはちょっと訳がありました。当初トトロもホタルの墓も上映時間は60分の予定だった。しかしホタルの墓は制作過程で予定を超え、どんどん伸び始めていた。宮崎は気になって仕方がなかった。鈴木さん、あっちはどのくらい伸びるの？80分は超えるでしょうね。え？ 80 分？ああ、このままじゃダメだな。少し考え込んだ後、宮崎は言った。分かった、鈴木さん。主人公姉妹にすればいいんだ。
そうすれば話が長くなる。トトロの主人公は当初メイ一人だけだった。それを突然姉妹の話に変更するというのだ。しかしこの決断が結果的には名作トトロの主人公メイとサツキを生むことになった。イメージボードを見るともともと一人だったことがわかります。で、映画は二人になった。このポスターの女の子よく見てください。これ服装はサツキですが髪型はメイちゃん。姉妹二人を合体させてしまったのです。さてトトロといえば駒に乗って空を飛ぶ、それに猫バス、これが実は危なかったのです。宮崎が突然こんなことを言い出した。鈴木さん、ホタルは文芸作品だよね。俺も文芸をやる。え？どうするんですか？猫のバスなんか出してられないですよ。あんなもん出したら文芸作品にならない。大体コマで飛ぶなんてバカなことやってられないですよ。困った鈴木は高畑のところへ飛んでいった。高畑さん、困りましたよ。宮さんが猫バスとかコマ出さないって言い出したんですよ。すると高畑は何気なく答えた。もったいないじゃないですか。それを聞いた鈴木は危機として宮崎のところに走って戻った。宮さん、猫バスとコマのことなんですけどね、高畑さんがもったいないって言ってましたよ。じゃあ出す。結局宮崎は誰よりも高畑の言葉を一番に信頼していたのだった。こちらはトトロ制作中のスタジオジブリ社内の様子。ホタルの墓へのライバル心の一方で日本を描く楽しさもあったようです。トトロを日本の自然そのもの、風土そのものとして設計していました。引っ越したところにお化けがいるんですって。お化け、いやでもヒュードロドロじゃなくて水木しげる的なもんでもお化け的なもんでもないんですって。何もしないんですって。何も働きかけたりね、ごめんくださいって来るわけじゃなくて、そこにあることによってその存在してるっていう意味があるっていう、風土ってそういうとこがあるでしょ。宮崎さんの最大のライバル高畑監督がトトロを絶賛していました。宮崎駿の最大の恩恵はトトロだと私は思う。トトロは普通のアイドルキャラクターではない。彼は所沢だけでなく日本全国の身近な森や林にくまなくトトロを住まわせたのだ。トトロは全国の子供たちの心に住み着き、子供たちは木々を見ればトトロが潜んでいることを感じる。こんなに素晴らしいことはめったにない。さて、今や誰でも知っているトトロですが、実は映画館ではヒットしなかったのです。観客動員を見るとナウシカ91万、ラピュタ77万、トトロ第一次興行62万とどんどん下がってしまった。しかし批評家たちは絶賛。昭和が終わる年のキネマ人報ベスト10では並み居る実写を蹴散らしてベストワンに輝きました。これがテレビ放送に影響します。最初のテレビ放送の日、ごゆっくりと楽しみください。どうぞ。この回の視聴率が 21.4%、以後何度放送してもご覧の通りの視聴率なのであります。